未来の芸人を育てるために尽くしました。チームメイトやサポーターにも慕われ、彼自身はサッカーを、そして家族を愛した男でした。しかし彼は36歳というあまりにも早い若さでこの世を去りました。明るい笑顔と熱いプレーを私たちに見せてくれたクラコさんは、サッカーとそしてセレッソが子供たちを素晴らしい未来につなげることができると信じて、スクールやユースの指導に情熱を傾けました。今日は福永さんが天に召されてちょうど13年目。今サッカーを見ているみんなにもどうか思っていてほしいと思います。かつて誰よりもサッカーとセレッソ大阪を愛した福永友男というプレイヤーがいたことを。